えー、那覇海上保安部交通課長の原と申しますよろしくお願いしますはい原課長よろしくお願いいたします皆さんこんにちは、えー、那覇海上保安部交通課の大城と申しますよろしくお願いしますはい大城さんよろしくお願いいたしますそしてもう一方です はい、えー、同じく南海情報保安部管理課の、えー、大城と申します。よろしくお願いします。はい、大城さんよろしくお願いいたします。はい、十、え、一、ー、月一日はあの、うん、東大記念日になっております、はい。そうなんですよね。東大記念日なんですよ。皆さん、えー、この東大記念日というの今年で何年目になるんですか。はい、えっ、ー、と今年でですね、うん、えっと百五十二周年ってなとなっております。百五十二周年。 私たち、生まれてないねこの日本財団、海と日本、えー、海と東大プロジェクトというですねお話があるんですけども、えー、まずこちら、えー、11月1日から11月8日にかけてですね、えー、なんと海と東大ウィークというものがあるんですね。これはどうういったものでしょうか、はい こちらなんですけれども、えーとうん、日本財団、えー、と海と日本プロジェクトさんの方うで、あと、共、え、済、ーまあ、会場保安庁ということで、っ、えー、と、はい、今年から開催されてるんですけれども、この東大を通じて、うんえと、海のことをより知ってもらおうという、うん、そういう趣旨のイベント,だイベントになってます<ー>、はい、なるほどね。 としてはどういったもの、をまた考えていますか。<あ>うん、そうですね、えっ、ー、と、まあ残波岬灯台で言いますと、うんうん、えっと。十一月1日の、あの灯台記念日に、うん、あの、まあ。一般公開ということで、うん、普段でも、あの灯台には登れるようになってるんですけれども。これに合わせてですね、あの。うん 東大で使ってるその機械の、まあ、実際の点灯させたりとかそういう展示ですとか、うん、あのこの海と東大ウィークの,あの、うん、オリジナル缶バッジを配ったりとかそういったイベントを今企画してます。